昨日の大ニュースが一つあります。昨日ですね、ゴミ屋敷お掃除行ってきましたが、その、荷物の中に入っていた、このちょっと古いですけど iPod とイヤホン、これ丸ごと洗濯機で洗いました。なぜかというとですね、まあ行って帰ってくると、ダニとかノミとかをちょっと、気にしていてですね、持って行った布のバッグとかも、もう全部洗います。玄関で、裸になってあのシャワーを浴びるみたいなことをしながらですね、最新の注意を、していたところ、逆最新の注意必要だったのはそういう精密機器でした。ところがあのこれはもう完全にダメですね。これね、多分ね、あれ帰っちゃったからね、あらあら、はい、多分これはもう鳴らさなくても分かるかな、スピーカー部分っていうかね、イヤホンのここの部分が、いわゆる紙のコーンだと思うので、まあ無理でしょう。ところがですね、これオンにしますよ。鳴った。鳴ってる鳴ってる。ということで、これは、とても清潔で、綺麗な音がする iPod に変わりました。というのが今日のニュースでした。はい、ご飯だよ。はいはい、はい、どうぞ。動画の中ではシャー言ってないように見えますよ。はい、どうぞ。かわいい。さっきシャー言いましたよ、この人。言いつけましょう。かおちゃん、いいかね。でもね、かおちゃんね、いいですか？おしっぽ触れる。あ、今日は触れない。あ、でも触った。触ってもね、怒らないの、おしっぽ。はいで。ね。ご飯だよ。ごめんね。今日はちょっとあれなのね。どうぞ。ちょっと尻尾触れるところね、ちょっと取りたかったね。尻尾の先ちょっとだけね。どうぞ。ほら、お腹ついてるよね、母ちゃん。あそこにゴミがあるのを取りたい。どうぞ。二人いると嫌かな。嫌なの。はい、わかりました。じゃあごゆっくりお食べください。どうぞ。そうな気がしてきてるんだけどな。逃げた。あれかな。譲渡会嫌い。アンズちゃん。アンズちゃん。ポンちゃんは慣れたね。間違って譲渡会連れてかないようにしないと。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。こんな風にみんな慣れてくれるといいね。そうね、だいぶかかっちゃったけどね。うん、うん、それがだからアンズちゃんにも共通してるなと思ってね、微妙に時間のかかる子たちなんだね。でもさ、ポンちゃんは痛くはなかったじゃん。うん、アンズちゃんは最初ちょっと痛くしたけど、あの
かわいい。最高だね。してるかな。はい、いいよ。いい感じですね。いい子ね。はい。うん。かおりん。かおりん。
ちょっとやるか。このとこでしょうか。袋が開かないんですって。ちょっと待ってくださいね。閉まらない。閉まらないんですか。では相変わらずずっとウェット好きだね。はい、かたや、ここではあんずちゃんがずっと待ってます。うん、ん私の番はってなってます。私の番はもうちょっとよ。はい、甘噛みするアンズちゃんです。アンちゃん痛くないけどさ、里親さん家ではあんまりするのやめようね。みんなさ、リコーさん